ちは。萌え、サッカースタジアムの時間です。司会は私、東北ズンコ。解説はおなじみの北澤剛さんです。北澤さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。はい。そして、後ほど、スペシャルゲストも登場しますので、お楽しみに。それでは早速、U16 萌え、日本代表の話題に行きましょう。本日、U16 萌え、アジアカップ2013の予備登録メンバー50人が発表されました。メンバーはこちらです。北澤さん、いかがですか？そうですね、まずは注目ですね。U16 萌え、日本代表監督のコメントです。予備登録50人の中から23人を選ばなければいけないので、コンディションは重要だが、50人全体の萌えクオリティも大事にしないといけない。その辺も含めてギリギリまで色々と悩んだ。U16 萌え、日本代表がレベルアップするためには、萌え力が高く、コンディションのいい萌え、選手がもっともっと出てくることが必要だ。とのことです。監督は他にも、今回の予備登録に入らなかった選手も含めて、新しい萌え選手、特に若手萌え選手が、もっと出てきてほしいということも言っていますので、そういった新しい選手の台頭にも期待したいですよね。そうですね。今年もまたね、たくさんの注目選手が出てくると思うんでね、そういったところでも注目していきたいところですよね。期待しましょう。それでは、U16 萌え、日本代表の今後のスケジュールです。6月1日に本登録メンバー23人を発表し、6月に行われる U16 萌え、アジアカップ2013に臨みます。この大会でベスト4に入ると、11月に行われる U16 萌え、ワールドカップ2013への出場権を獲得します。ぜひとも、今年も、萌えワールドカップに行ってほしいですね。そうですよね。頑張ってほしいですよね。はい。それではここでお待ちかね。スペシャルゲストの登場です。今回の予備登録メンバーにも入っている、浜浦彩乃選手です。浜浦彩乃です。北澤さん、隣に浜浦彩乃選手がいらっしゃいますけど、いかがですか？いやー、いいですね。今までで一番嬉しい瞬間でしょうね。ところで、浜浦彩乃選手にはニックネームがあるんですよね。いいアプローチいってますね。いやー、それにしても美しいですね。浜浦彩乃選手、いかがですか？美しくってごめんね。いやー、素晴らしいですね。センスを感じますよね。なんと本日は、浜浦彩乃選手から視聴者の方にプレゼントがあるんですよね。コレクション生写真。おー、来たー。コレクション生写真を説明していただけますか？はい、説明します。お願いします。コレクション生写真とは、袋の中にいろいろな写真が入っており、何が出るかわからない。おっと、ワクテク担当。ここいいですね。生写真を集めるコレクション要素が入って、いやー、いい感じですよね。ここはね、見せてくれましたよね。素晴らしい。今日は特別に、浜浦彩乃選手と宮本花凛選手のコレクション生写真をそれぞれ20名様にプレゼントします。いやー、よーし。いやー、これは大チャンスですね。北澤さんも応募するんですか？はい、そうですね。もう急ぐしかないでしょうね。はい。それでは、本日はここまで。北澤剛さん、浜浦彩乃選手、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。浜浦彩乃